はい、それでは本日はですね、二千十八年向けのサルベージゼミのガイダンスを始めてまいります。レク歴史に講師の宮口です。どうもこんにちは。はい、まずですね、あのこの講座の位置づけを言いますとね、基本的にはもう論文の論文試験のね、本試験の方ですね、これと同等かそれ以上の問題になれるとね。 これを主眼としております、えー、従いまして、あのー、実践答論もうすでに受けている方も多いと思うんですがねこれより、えー、若干レベル高めです、えー、でそこでですね、まあ、大体同種子の講座であるサルベージファイナルね、まあ、これもございますけども、あのー、ちょっとねサルベージファイナルっていうのとサルベージゼミっていうのはまあ兄弟分みたいな講座ではあるんですけどね違いはあのーまあ、実施時期ですね えー、サルベージゼミはまさにこの3月下旬である、えー、3月22日から4月の終わりまでやります。えー、従いましてあの担当が控えてる人でもねあの受けを止めば受けられる、ね、一発合格を目指そうぜっていう人もいるだろうしでまたあの三振したけどもねある程度あの担当に受かった実,実績あるもんですから。 まあ、担当だけに時間をかけているわけにもいかないなという受験生そういった層にあの適しているかなとで次にサルベージュファイナルというのはです、ね、論文本試験7月第1週の日曜日、えー、そこから逆算してその1週間前、えーかまあ、会社を休まないと出れないような日程なんですが実際の本試験と同じ時間帯ほぼ,、ね、ほぼですよあの10時から始まって夕方終わるみたいな。 それを4日連続でやると、ええ、だからねまあ担当が終わってですよ担当のある人はちょっと担当の,あの勉強が忙しいもんだからねまあ論文の感覚を戻すのにまあ時間がかかりますで最終的にあのサルベージファイナルに出てその時間帯をその体の中でねこの体得させるまあそういった意味合いもあってですね あの非常にあの好評を得ております、えー、やることは、ねまあ、似てるんですけどまず実施時はそうやって違うとで、えー、このサルベージゼミの今度はレベルを言いますと、ね、皆さん、実は去年の,このサルベージファイナルというのがあるでしょ大体これと同じレベルだと思ってください見てくださいでこれは嘘なしです、私配ってるでしょこれはの何の,、ね、あの財務省とかと違ってです、ね、何の手も加えておりません。えー あのー、見てください、これ嘘なしですよ、的中しちゃってるでしょ、ほら、国際調査、国際予備審査、去年出たじゃないですか、もうまさにね、これ、的中してるんですよ、でほら、19条法制でしょ、これね、業界で私だけですから、直前系で当てたの、19条、まさに、<laughs> ファイナルですよ、だからもう、これだけでもね、受ける価値があったという、この回だけでも。えー ね、それで次の、あ次の答案構成見るといいと思うんだけど、補正のところまで当たってますからね、この17条の2、3項とかね、49条6を、これまさに聞いてたでしょ、違いは、まあ、あの外国を書面すがんっていうね、中で出してたけど、結局この条文ね、ほら、この17条の2、えー、3項と49条6をね、これ出してましたもんね、えー、しかも最後の説問で、ほとんど的中なんですよ、これ。 ねえ、そうでしょまあ、そういった意味ではね。このサルベージゼミ。あのもう私もね、えー、本試験の予想も兼ねたゼミになってますから、これね。はい、ただね。当てに行くとあの当てに行くっいうことはその当然ですね。まあ、ちょっとリスクも高いわけですよね。外れたらどうなんだ？っていう話になるじゃないですか。去年はまあ的中したからね。 こうやってあのあの、まあ、自慢できるわけですけど外れてたら、ね、目も当てられないわけですよそこでこのゼミの特徴その2でサルベテキストさあ皆さん今日はねちょっと申し訳ない本当は申し込んだ人にはもう今日の時点でもねサルベテキストをお配りできればもうあの自主的に勉強できるんだけど今あのチェックの段階に入ってますもうほぼあのできてるんだけどそこで ちょっとあの板書ねごめんなさいこれメモ程度なんだけど私がこのサルベテキストをあの作る中でねちょっと手書きなんだけどこういうテーマでこの問題は作ってるみたいなほら問題1問題1ね共同発明食末名新規性ソースの例外まあ今回はこれ挙げる問題を作ろうかなとか言ってねあの事例問題作ってるわけですよねそれで問題2ねほら時系列3点セットの問題 ね、おなじみ29、29条の39条ね。で問題3は複数優先権ほら国内言うとパリ優うが、ね、複合的に絡み合ってるような。ね、で問題4はねあのイホブ編優別法取り方拒絶理由通知を食らってる時にさ意見書を出したり補正書を出したりするじゃん、ねまあ、そういう事例モンでも多いよね、うん、あの2年に1回ぐらいこれ出てますよ。はい、で問題5は見てください侵害刑も出します生産方法の発明 ええ、2年前に PYP P が出たのを覚えてますかプロダクト・バイ・プロセスクレームねうん発明特定事項は製法なんだけど最終特定物が物の発明ってやつねでも生産方法の発明まだ出てません最近危ないですよねはい並行輸入 BBS 事件これは平成27年に出てるんですが意外とやっぱりメジャーなテーマだからもうあれから3年経ってますまたいつ出てもおかしくない状況にあるね 生産方法といえば生産方法の推定規定ね。で生産方法の推定規定というとまずはね、趣旨言えるかどうか、まあ、今の段階でちょっと皆さんね言えますかほらそういうところもね確認できるわけです。で、これ見てください、私がハイレベルって書いてるでしょこれがわあのまさにねサルベージゼミに出るあのメリットというかね存在意義だと思うんですよ。普通のね、講座ではこういうのやらないでしょ104条とパリオン b の関係。 条条とパリ5条のような関係ねで最近、特日なんか毎年そうなんだけど何らかの形で条約と関連づけて出題するでしょちょっと無理くり感があるような、ね、形もあるんだけど去年なんかね国際菅見認定要件とか来ましたよね、まあ、そういった意味ではこの条約系の問題に強くなるという、ね、趣旨があります、はい、でさらにこれ見てください審判系ですね問題6では審判系を用意してるんですよ。 ああねえー、こうは特許権者、ね、おつが無効審判を請求すると答弁書とは訂正請求はできますわね、うん、で答弁書を出してくるとあ審判請求人も、ね、無効理をチェンジしなければいけないかなと思って131条の2審判請求書の法正をしてくる典型的でしょ、ね、ほらで見てくださいねもうあとはもう時間がないからねあのほら69条試験研究とはねこの辺も危ないですよね火薬庫ですよ。 火薬庫と呼ばれてますあの延長制度なんかね、最近、最高裁判例が3つ立て続けに出てますよね、あのなんだっけ、えー、っとパシーフカプセル、まあ、4年前ですけどね、パシーフカプセル、それからあのベバシズマブ、ねえー、オキサリプラティヌ、ね、その辺あと、まあ、マキサカルシトールも出てるけど、あれは均等論、まんべんなく出してるでしょ、保証金請求権も出してるしね。 で実案が最近出てないんでで、ね、怖いかもね、ほら、14条の2出してますよ、14条の2ね、えー、それからね、14番はね、あ19条制、えー、それからあの34情勢ね、去年出たからね、ちょっとこれは出ないかなと思いますけどね、うん、はい、じゃあ次のページ見ると、ね、またあの教職心判単身型だけどね。 あのさっきはその共同集めと職務集めと新規制だったけど今度はねあの職務集めはどうでもよくて単一性のところを聞いてみるとねやっぱり似てるような問題でも変形の問題を出すとねそれから侵害系被告パターン差し止めバージョンとはね侵害系被告パターンの差し止めバージョンだけど今度はあの均等論めぐる公募ね、うん、原告側はどういうこと言って被告側はどういうこと言うのか、ね、そういうところも扱うし。 大体これ見るだけでもねああこういう問題扱うのかってねバランスいいでしょ46の2も聞いてます四六の2も聞いてますねそれからほらあの出願変更も聞いてるね、うん、登録は46の2しかないねで保証金請求権の原告パターン被告パターンそれから外国を書面出願制度そして再警告の擁秘であのアースベルト事件を聞いてるね再犯省は63年7月19日といえば アースベルト事件、そしてほら、保険券といえばね、全員実施者の論点、これ有名ですよね、うん、これちょっとあのどういう論点か言えますか、はい、じゃあ一番前の方、ちょっと思い出してください、全員実施者の論点ってどういう、あれでしたっけ、どうぞ、鈴友さん、<laughs> どうですか、パスネット、はい、じゃあ2番目の人、全員実施者の論点、なんでしたっけ、ちょっとパスネット。 はい、<laughs> じゃあ3番目の人全員自社の運転、保険券におけるちょっとわからない感じかねじゃあ4番目の人はど,どうぞ、ええ、全員の実施、ええ、全員ってどういう意味だっけ<あ>、うん、公開された集めであることを知らないで実施してるいつぐらいの時点からえ あということは、こういうことか、公開前から実施してるけど、まあ、警告を受けてしまったらね、所詮もう全員じゃなくなるから、あの保証金請求権の対象になると、そういうことですよね、そう、これね、本試験出てるんですよ、皆さん、え覚えてませんか、はい、い一番後ろの人、何年に出たか知ってます、これ、この論点、ああ、ちょっとわからない、はい、じゃ一番前の方は、これ、何年に出たか知ってます最近ですよおっ 25年そうよく分かってるじゃないですかええー、平成25年のね問題にで出てるんですよ全一者の論点理想と現実とかね過去問集とかで確認してみてくださいよまたあれから5年ですよ、ね、いつ出てもおかしくない状況に来てますねはいちょっと20番はね飛ばしますわあ99条もね危ないちょっと20番飛ばそうと思ったけどねほら対抗要件ね えー、じゃあ、林プロあの対抗制度の趣旨言えますかはい99条の、はい、対抗制度の当然対抗制度よねこれはい、趣旨あのね3つあるんだけど1つでもいいですよポイント3つあるんだけどちょっとあれですかねじゃあ家庭教師付きのし家庭教師をつけてるねあの日頃の成果を出してください。 お登録が困難んんであると、まあ、要するにあの手間がかかると。うん、実務観光ね。そう、登録を必要としない実務観光が広がっていた。ええ。もう一つ何あったっけうん。そうそう、海外のええ。海外の特許買収事業者から,者からまあ、そういうことです。簡単に言うとね。あのね、日本企業ってね、 意外とと遠慮してるるころがあんですよあの相手が侵害しとってもねま,まあいいわぐらいのねあのこっちもあの時々侵害してるからまあお互いになあなあにするかみたいなねそういうあのまあ良,も良くも悪くもそういう文化があります日本は。ところがねあの外資系はね遠慮がありませんえそういう遠慮がないもんだからもう突如としてですねその登録を兼ね備えていない通常自施権者に対して 特許権者から特許をもらった途端にバンとあのパテントトロールみたいな感じでねあの警告とか訴訟を提起してくるだからまああの経団連とかねまあ要するにそういう大企業も含めた形で中小も含めた形でねもう日本の古き起き時代の,ねその登録をしない実務観光を何とか生かせないものかっていろいろ試行錯誤を考えた上で、でじゃあ、もう登録しなくても対抗要件金兼ね備えてるというふうにすればいいじゃんとそういうふうにしたんです。 ね、これでもう OK でしょだから通常実施権者がね、あのー、ほら許諾してくれた特許権者が移転してもね、えー、何も訴えられる心配はないとそういうことです、ね、そういうところも聞いていけるというねいいでしょはいで全部でねちょっとまあめくってくださいねあ,あ,のあれだ24番なんかねほら全審差も聞いてますよ担当の勉強にもなるねほら全審差の問題も用意してます ね、とにかくねこれ見てお分かりなのはまんべんなく出してるやろこれすごくいいんですよだから穴の内容に出す私はある程度皆さんがねこの現場で当連はね当てに行く問題を出すけどサルベテキストで、まあ、どれが出てもいいようにやると、ね、これでもうバッチリです、はい、でここからあの衣装法が始まりますね2524までが特実だからね で12、12で衣装で、商標で全部で24合計48問というねほら関連小生でしょあじゃあ、これ聞いてみようじゃあね、はい、もういたてウルス疾病用治療剤事件ってどんな判例はいこれ出してますよ疾病用治療剤事件ああ、なんでしたっけああ、どう忘れしてるど,う忘,れげあのどう忘れしてもちょっと出てこないああ じゃあ後ろの人後ろの方、えあ忘れた、はい、じゃあ一番後ろの方、おっ、新それうんどんな、どういう意味での、新訴礼でもちょっと特殊だよね、広、は、報、あ、が発行された場合には、新訴礼受けられない違います、それはですね、あの第3級鑑識安民事件です、はい、じゃあ、鈴友さん、はい、じゃ二2番目の師三3番目の師はい、吉田プロ。 じゃあ BB 先生、うんええうん、あ実実いいのねそれ笛付きキャラメルやろねはいじゃあ一番前の方臭いぞ疾病用治療剤は臭いぞねどんなんじゃっけで真相例もテーマなんだよただただの真相例じゃないんだわちょっとあのね担当にも出るよこれうんじゃあ林プロ あらじゃあ家庭教室付きの人の室ええちょっと待って何優先権だパ<リ>あパリ優先権はね国内じゃなくてうんうん大国す<あ>なんだっけあ適用できない適用できないということは第二国我が国ね、はい、そうだから新総令を適用受けるためにねなんかあの優先競争すると優先権の利益があるから 大出願があの新規制掃除日から6か月以内に間に合っている場合良さそうな気がするでしょ違うんですよ我が国出願日があの高知日から6か月以内に収まってないといけないというそういう判例です、ね、理由はやりますから、ね、そしてあの実実為がこれですね、えー、笛付きキャラメルほらちゃんとこういうのも扱ってるまんべんないでしょこれねほんと抜かりないんですよね えー、ちょっとあの左見てください、特実だけど、ほら利用でね、利用定食、情報羅裁型もちゃんとやるしね、えー、去年出ましたよね、あの最低制度、3点セット出ましたでしょ、去年の論文、はいそれからね、27番、おお、これ、当たってるじゃないですか、まあ、去年は、ね、去年、あの肉のに出ましたよね、ほら、肉のにの出たじゃないですか、去年、衣装法で、ねえ、あ この問題はほとんど的中してるじゃないですか、まあ、今年当たらないと意味ないけどねほら戦勝権選争が向こうの公弁3つ出たじゃないですか、まあ、向こうの公弁というか代わりに向こう審判でしたけどねほとんどこれ的中しますよ去年ねえあ,あであの皆さん言っとくけどあの例年あのサルベージでゼミ出てる方もいらっしゃるんでね去年までのサルベテキストと違うからねこれうんだからあのもう一新しますええ 理由はね、特に女性の方からね、あの重いと。結構ね、あの分厚かったんですよ。で、私もあのね、気合い入れ、あの持ってる人はわかると思うけど、あの分厚すぎて。もうちょっとあのね、内容は密度が高く。そしてページ数は少なくをもっとに、あのやりましたから。ええ。だから、あのだいぶね、圧縮できると思います。ね。はい。で、これもね、重要だよね、出願対応記載要件、材質がわからない場合、透明。 部分がある場合おこれちょっと聞いてみましょうか、じゃあ、材質がわからない場合どうしますか、はい、じゃあ、家庭教師付きまでいったっけ、はい、じゃあ、もぎたてフルーツ、材質がわからない場合どうします、衣装をとろさんで。えー、えー、願書に書く、ええー、そうそう、当業者が理解できるように、うん、材質を書くと。 それ何城何項の話。条おお。ね ?6 畳3項。よし。財政がわからない場合にはね、6畳3項です。ね財政を書くと。じゃあ、後ろの女性の方、透明部分がある場合にはどうしますか透明部分がある場合にはどうしますかその旨を期待する。はい、何城南高。 あれ6条5項じゃねえな違うわそれ動的違うはいもうちょっと言えば当たるよもうちょっと言っていけば当たるわはそうです、ね、6条7項ほら担当の勉強にもなるやろねいやこういうのはね担当の勉強から逆に言うと培われるところもあるんだよね でこれはねいずれもどの欄に記載するかはい一番後ろの人この2つはいずれもどの欄に記載しますかはいということでここに矢印を向けようかな意匠の説明の欄に記載するんですよ。えー、ねこういうのも勉強でしょう、ね、いいでしょ、はい、それから皆さんねおっとどろく一行文でもねほらふんだんに取り入れてる。 存続期間の死、はい、鈴友さん、衣装法における。まあ、これね、長いからね、あの短くてもいいよ、あのポイントの一つだけでもいいよ。うん。あ<の>、えー、あ,あ、ロングライフサイクル正規もあると。つまり、衣装は流行に左右,左右されやすい反面あの、輸出用食器のように、えー、ロングライフサイクルの消費もあると。いいですね。はい、どうでしょうかに うん、ヒントを言おうか、ちょっと秘密遺書制度のようなあ趣旨を述べつつこう持っていく部分があります。いいすあ遺書の存続期間は,期間はいつからどのぐらいですか、じゃあ、はい、それの趣旨です。あ、青本二十一条1項の趣旨です。ちょっと見たことない、はい、じゃあどうぞ。 権利を削除を違いいいますはそう阻害しないとつまりねあの新規の集めの公開の代償として特許を付与する特許制度はあまりに長いとあの技術が累積的に進歩しないそれに対して意匠というのはそういう累積的な進歩という面がないから美的観点から保護する意匠法においてはね 累積的進歩という面がないから、存続期間を長くしても弊害はない、ね。ちょっと秘密衣装の趣旨に似てるでしょ。ええ、そういうことです。ね、ほら、こういうのも分からないのが分かるようになるんです。ね、そのためにこのゼミに出る、ね。このまま分からないまま受けるともう受からないというね。あの危ないでしょ。だからこういうの出ないと思ってたら出るわけですよ。現に出てますからね、これ。平成23年の、えっとね、俺の記憶だとね。 え問題1のね、えー、説問で出てますね、ただね、ちょっとあの別解もあるんでね、独占権、排他権という答えもあるし、あの類似まで及ぶ存続期間が長いというパターンもあるから、ちょっとあの別解という形で聞かれてるという感じです。はい、ね、満面な聞いてるでしょ、ね、あ新総令の趣旨とはね、それからあの4条2項、カッコア書き ね、これ何でしたっけはいじゃあ一番後ろの BB 先生はいどうよ4乗2個カッコの刺しゅうってください出てこないはい一番前の旗そう制度の悪用を招く恐れがあると <laughs>、ね、そしてもう一つうん そう、前半が出てないね、<laughs> そう、まあ、制度して照らして必要ない、制度の悪用、真似おそれです、ね、つまり、4条2項格好がとてるのは、異性広報とかね、特許広報に、それが載ったからといって、そこから6か月以内に出願すれば大丈夫かと、全然だめだよと、もう広報はね、真、え、相、ー、例の適用じゃないんだ、それは制度の趣旨に照らして必要ない。 制度なくよ、招く恐れがあると、そういうことですね。えー、青本に載ってます。これ、あの、青本四条二項というよりは、青本特三十条二項に載ってますから。まあ、それを流用すればいいんです。ね。はい。で、あと、これなんかね、よく出ますよね、養子変更。はい。じゃ、あ林プロ、養子変更の定義言ってください。衣装の。二つありますよね。ええー。 ええ、ああそれ、パート2のほうですね。ええ、出願当初不明であった遺書の要素を明確なものとするものと認めればそれが出ましたね、今。もう一つは。うん、ええ。はい。導き出すことはでいる。うん 具体的な衣装の内容ういうのるるなるほど今ののは、ね、ちょっと衣装の用紙の定義と用紙変更がちょっとミックスになってちょっとあまりよろしくなかったなという感じです。ね、あの衣装の用紙の定義はおっしゃるとおりね岩礁、えー、日添付図面等からあー出願における、ねえー、通常の知識に基づき、えー、その岩礁日図面等から導き出すことができる、えー 直接的に導き出すことができる具体的な遺書の内容を言うこれが遺書の用紙なんですよで用紙変更というのはその遺書の属性分野に来る通常の知識に基づいて当然に導き出すことができる同一の範囲を超えて変更すること認めばいこれが用紙変更ですねこれはもう完璧に覚えてくださいなぜかというと半分ぐらいの人が完璧に書けますんでねええー、はいえー、それではねもうちょっとあの後ろの方見てみますね ほら結構ね、まんべんなくね、31番なんかね、組み物でしょ、間、え、接、ー、侵害ね、利用侵害、えー、直接侵害、間接侵害ね、ね学習机事件、これなんかね、あの今年あたり危ないんじゃないの、学習机事件ね、うん、32はね、マニアックなんですが、5条3号に特化した問題も用意しています。5 3号ですよ皆さん 何でしたっけ五条三い家庭教師の人。えっと、あ<お>、ええ、あ、惜しいですね、はいじゃあこちらのあたり、ちょっと見ないで言ってみてください。そうそ、ん、の物品の機能を確保するために不可欠な形状の見からのる衣装ですね、そう、物品の機能を確保するために不可欠な形状の見からのある衣装について特化した問題です。 どういう問題が出るか楽しみですね。はいということで、ねえー、ページあーこの、ね、35番なんか、ね、画面デザイン去年出たけど、ね、画面デザインは、ねあのー、ちょっと書いてみましょうか平成29年問題1の説問2で出てますよ画面デザインと物品の関係というやつが、ね。えー まあここにもうちょっとね、答え変えちゃってるんですけど、まあいいです、要衆がてら、壁紙ってどうなのかと、はい、青、壁紙はね、二条二項の要求を満たさず、えー、異匠とは言えない、よって三、一、柱違反となります、壁、ね、紙はさすがに画面デザインとは言えません、ね、だって物品,の機能か物品の操作のように強する画像じゃありませんからね、はい、あちょっと俺、条文間違えてる。 すみませんこれ、60条の24です、ねうん。なんか俺ね、昔の条文がいまだに頭に入っててね、60条の24ですね。はい、じゃあ次行きましょうか、ねうんえーとあ、こういうのも出してるんですよ、皆さん、ほら、ちょっとね、商標、37番から商標なんですけど、天の川事件って知ってますこれねね天の川事件って、ね なんと権利乱用の考弁なんですよ。う、は、ん、あ、ほら権利の乱用として許されない。皆さん権利乱用の考弁ってね、あのどういう時に使うのかというと、あの去年実はエマックス事件が出たの知ってます？ほらね、あの向こうの考弁を言うときもやっぱり助職機関と連動してるという知識。ただ向こうの考弁を言うあ向こうの考弁と違って権利乱用の考弁は助職機関の 縛りはないそういうね、えー、判例でしたねでここで言ってる天の川事件というのはねあの他人の休民商標権を譲り受けて権利交渉してもそれは権利の乱用だというそういう判例ですね休民商標権を譲り受けて権利交渉してももともと商標というのはね、えー、その保護対象が業務上の信用ですからねそんな業務上の信用が堅いしないような商標権に基づいて 権利交渉しても、権利の乱用だという、そういう判例なんです。え、ね、え、これね、実はね、皆さん、あここに書いてるじゃん、俺、平成14年の本試験、これをね、復習するといいですよ。ね、平成14年の各問ね、模あの入手できるんだったら見といてください。特許庁のホームページからも見れます。まさにこういうシチュエーションなんですよ。不使用商標権を譲り受けてね、差し止め請求とかね、やってるんですよ。 はいで見てくださいねあのー、こういうねなんて言ったらいいんでしょうこれ1行問題かなちょっと分からんけどね1行問題もね出してますからねほら通常出願団体出願あこれ事例問題だった確かねあの通常とは団体とは地域とは変わるじゃんねそんな中この事案においてはどの出願が適切ですかみたいな問題出してますねそれから更新制度ねほら更新制度これはね皆さんいつ出てるかというとね えー、はいよろしいですか平成22年と平成27年に出てますよ。うん、はいであとねあの皆さん来年あたりねあ今年か窓プロ出るかもしれませんね。ということで国際商標登録さんこういう問題も用意してます。ね はい41番、防護なんかを出しますよ。はい、防護の趣旨言えますかねはい、どうぞ。次の人。防護の趣旨。一つも二つもいい。国内で著名な商標の保護。海外で。海外で。ああ、それ。 それは、ね、68号の2でいうところの,国際,商標との国際出願の基礎とできるものが防護出願防護表彰登録が含まれる理由をおっしゃっていただきましたね。えー、国際出願の基礎とできるものとして防護があるのはなぜかという理由がそれですで、えーあの。著名商標について海外に、ね、新規事業開拓するのにあの資すると、ねまあ、そういう理由はありますわね。 はい、あ思い出した、はい防護の c 4 1 2要するに出所今度を生ずる範囲をあらかじめ確認すると、はい、あと2つはいじゃあ、後ろの人2つあります、あとあら、はい、じゃあどうぞ。 えはいどうぞ禁止圏の拡大そうです、えー、つまりあの出所混同を生ずるおれ,れのある範囲というのは著名度等によって変動する流動的な概念であるからあの類似範囲を超えても出所混同を生ずる場合があるとだからということですねはいあと一つは後ろの書分かりませんはい吉田プロ あと1個ありまましよ3つ、ええ、もうう回言いましょうかあの要するに出所混同を生ずる範囲をあらかじめ確認するための制度であるとね、まあ、4十以降12号をちょっと意識しながらねであの2つ目というか本当はそれが1つ目なんだけどあ商標の著名度とによって変動する流動的な概念であるからあ類似範囲を超えて出所混同を生ずる場合もあるともう1つありますよなんか他のえ権利交渉権利行使をしやすいようにする。 うん権利行使はしやすいですね。何法を,を意識しました、今。いはい、それで OK です。そう、不協法はね、原告の立証負担が大きいから、あのこういう制度を設けたということやね、そう、不協法でもいけるわけですよ、実は、防護なんか取らなくても、でも、防護を取れば、権利行使はしやすくなりますよね、少なくとも自分、原告は権利者だということをアピールできますから。 不況法はね権利者ではないからね原告はあの何から何までこのお膳立てをしなければならないという点で、えー、原告の立証負担が非常に大きいんですよだから不況法で原告が勝つというのはある意味至難の技です、ね、私もあの、ね、平成13年の3月27日判決、えー、東京地ン。 ガードアーム事件というのがあるんですけどあ、あ違いました、ビスタコンバーター事件というのを私、やりましたけどね、それはあの原告側で、四社を被告としてね、戦った事件があるんですよ、すごい大変でしたやっぱりね、やっぱりもうそれをやってからね、もう不況法はやりたくねえなと思いましたね <laughs>。はい さああとはですねあ一行問題もね42番見てくださいねこういうテーマでちょっと一行問題を用意してると、ねはい、あとは拒絶流通腸オートパターンほらこれよく出るよねよちょっと青で塗ってほしいんだけど一番よく出るじゃんこの4114116採算去年も似たような感じで出たよね去年はなんだっけ普通名称と採算と、あのー、4116ね うん、ちょっと4111はなくて313が出たよね普通名称が、えーはい、45番見てくださいほら立体商標の事例問題も用意しています立体商標ねで立体商標はね皆さん平成23年に出てますからぜひ見ておくことあとね平成11も出ていると、うん、平成11も、ね、立体商標出てます 私が受かった年だから平成11年はねよく覚えてます <laughs> 意外と思ったよりは出てないですねでもああだから今年あたり危ないじゃないですか周期的にねうんはい特にこういう面白い問題出てるんですよほら侵害系でねあの見てくださいほらあのねちょっと俺図,図が下手くそであのこの図だけでもなんか類似か非類似かよくわからんような状況になってるんだけど要はね登録商標が立体に えー、なんかこれ適当ですよ、ヘスティノとかなんかあ,のあれです、適当です、これ <laughs>、ねはい。で、被告の表書は立体だけで文字がない、さあ、これで侵害と言えるのかっていうね、面白い問題ですね、現場思考型の、文字付きの立体と文字なしの立体、ね、文字の有無をなくせば一緒です、文字の有無以外は一緒だと思ってください、ちょっと俺の図がね、もう同一性が取れてないけど、ね。 面白いでしょ、うん、あのどっちもいいですよ結論は類似でもいいし非類似でもいいんですよ。で類似だったとしても今度はねただの何の変哲もない立体なんだから26条1項2号の項弁が使えるとかね言えばいいわけですよ。ね商品の容器に過ぎないんだよこれはと、はい。あ窓プロね窓プロ出してます。ね46番窓プロ出してます。ね、で4748はご覧の通りの一行問題を出してますほら。 ね、よいしょ、なかなかまんべんなく出してるでしょ、はい、こういうテーマの問題を、ね、用意してますから今、今、ね、皆さんがのサルベージゼミ取っていただいて、まあ、第1回目か第2回目ぐらいには間に合うと思いますから、ねうん、まだまだ456とありますから、ねえー、あサルベージテキストを、ね、勉強しながら、あのー、それでもって、ね、答案出してもいいですよ。このの、はい、のゼミの特徴その3 えー、論文本試験の私が言ったようなね、あのー、これは平成23年だよとか言ってるじゃん、だから皆さんが平成23年の問題を解くわけですよ、答案用紙はあのちょっと自分で用意していただきたいんですけど、それを書いて、まあ、私に出せばですね、あの私が採点すると、ね、こんないいシステムないですよ、他に。えー、だってあの、いくらレジュメ読んだところでさ、まあ、それで定着するとは到底思いませんわね。 自分で書いてみてね自分で良かれと思ってちょっとレジュメと違うことを書いてみたとそれがいかほどに評価されるのかっていうことはやはり、ね、我々にこう出してみて初めて分かる、ね、いいのか悪いのか、まあ、そういうところがですねこのサルベージゼミのいいところではないかなと思います、ね、まとめるとこういうことです、ね、サルベージゼミ本試験と同等かそれ以上の問題を出します、ね その2、えー、そのゼミ以外のこのサルベ問題集これがそのもうなんていうかもうまんべんなく網羅してるね一行問題事例問題分野的にもね3つ目あ論文方式の添削を自由に出せる私にね、まあその辺がもう三大特徴ということが言えると思いますねで結果的にあのどういう効果が得られるかというと例年で、ね 去年は、ね、そんな半分ぐらいだ半分ちょっと45%ぐらいだったけど、えー、おととしはです、ね、なんと、えー、66%つまり3人に2人受かっているという、ね、そういう状況ですよね。えー まあだからぜひね、このサルベージゼミねちょっと担当のある人、大変かもしれないけどね、今みたいに担当の確認にもなるんですよ。で予習はいらないから、担当のある人、もうぶつけて受けてください。ね、でサルベテキストはもう最悪、担当が終わってからでもいいんで、ね、大丈夫ですよ、ね。それが終わってからあの出しても、私はね見てあげますから、取ってくれればですね。ええー、まあ、そういう状況でございます。はい じゃあ皆さんの方から何か質問ありますかね、いいですよ、何かこういうーはどうだみたいなはい、どうぞ、あ自習会、ええ、これあのスケ、あれ、スケジュール冊子っていうか、あのチラシに載ってたんだっけ、はい、あこれですね。 皆さん、ね、このありがとうございます、そ,あのそういう、ね、率直な質問をしてくださいね、この自習会というのは何かというと、あの教室がこのゼミ生のために必ず確保されているということです。えつまり他にもね、実習室あるじゃない、レックの。ね、ただあの、いろんな資格の人が来ますよ、便、ね、利試験だけの,あの専用実習室はありません。従いましてこのね あの専用の自習室があるというそういうことですねだからまあ来て安心と絶対にこの自習室が空いてないということはありませんそういうことですねでしかもこの会は自習の会はね必ず私がいるようにしますからあの質問できるしほら答案持ってきて先生お願いしますって言ってもいいわけですよそういう会だと思ってくださいねはい他にどうでしょうかいいですよ ちなみにレジュメのスタイルはね、今日はあの私が去年の、ね、サルベファイナルで出しているように、まあ、特実は、えー、っと1時間当連1時間で、あのー、討論2時間とか書いてますけど、2問つけます。ね、なぜかというと、1問は出してもらうでしょ、そしてもう1問は、答案構成してもらいますから、ね、やっぱりあの問題解いて、その1問はね、こう、がち勝負する訓練ですよ。もう1問は もう皆さんちょっと全勢力を使い果たしてちょっと疲れてるかもしれないんでむしろ考える、ねまあ、そういうところで大把握ミスを撲滅するというね、えー、そういう訓練もしますもちろん答案出したければあの後日ね書いて俺に出しても構いませんよ、ねはい、とりあえず問題1はあの現場で書いて出すという意、ね、装商標はあのご存知90分ですからね、えーまあ、そういう感じで出していくと。 でえー、合格者の、ね、コメントも載ってますね、えー、1年目の失敗を踏まえ2年目の直前期には宮根先生のサルベージゼミでこうそうですねまさにほら本番レベル以上の難易度である質のいい問題に集中的に取り組んで実践,な、ね、実践的な力を養いましたで私のコメントなんですがこれ、ね、迷ったら書かない,迷ったら書かない項目は詰めではないという俺の格言を、ね、心に刻んで迎えた本番。 宮尾先生の、えー、教え通り迷った部分をあえて書かなかった結果、ね、やっぱり、あのー、突破できましたと、ね、これなんですよ迷ったらもう書かないこれがもう一番賢いと思います怖いでしょ皆さん、ね、どうですか皆さん怖いと思いませんそういう時に書かないという選択肢が、ね、そこで書くから落ちるんですよあえて書かない人を受かってます、えー、じゃあ何で書かないことがいいのかというと ねまあ、ちょっとこれは運も良し悪しもあるんだけど採点者というのは得てしてですね項目コーチに気づかない可能性が大なんですよ、えーあの。ところが変なこと書いてると絶対気づきますだって流れが悪いもんそうでしょんと思ったらおおもう落ちるんですよ。ね、あの試験員の頭の中がクエスチョンマークは3つ点灯するようなことを書いてたら落ちます。えー、項目コーチはそういうことは起きないでしょう。 スッと読めちゃうんですよだから採点者も項目落ちに場合によっては気づかないと。ね、さあ分量的にあまりにも少ないと気づくけどね。ある程度の3ページぐらい書いといてそれであのね町やとことか空いてなければね。項目落ちは2つ3つあってもね受かると、ね。もちろん満点はつかないとは思うよ、ね。でも54点以上つけばいいわけですから。ね。はい。 毎回のトーレンとは別に配られるこれねサルベテキストああに品質問題や出題が予想される問題がコンパクトに凝縮されておりこれを一通りこなしたことで揺るぎない実力が身につきました言ったやろだからこれはあの俺がこう的中を意識してるんじゃなくてあの俺の的中が外れてもいいようにまんべんなくやるっていう主眼が置かれています。ね、はい で担当免除の最後に後がない状態で笑うもすがる思いでサルベージを受けましたがその名の通りサルベージ引き上げるという意味があるからねそうなんですよ引き上げるね、まあだからあの少なくともね実戦通れ受けた人は分かると思うけどあの難易度は上が,上がってますサルベージの意味難しいですよあの点数も悪い点数がついてねあの嫌になるかもしれませんしかしその嫌になる思いをあの避けて あの回避しとったら逆に浮からんわけですからね、えーまあ、ちょっと厳しめの問題、冷や汗せ書きながら、この毎回やるというね、この訓練の大切さをね、私は皆さんにあの声を大にしてね、その体験が重要だということをね、伝えたいね。ほ、は、か、いはい、にどうでしょうか、はい、どうぞファ,イナルファイナル、いいですよ。 ええ、あの講義内容は似てるんですけど出題問題は変えます、ね。なぜかというと両方出る人もいるから、ええ、テキストはねあの同じサルベテキストはねあの今回配るやつと同じですけども、えー、あのほら現場で書く問題は、ね、違う問題出しますよ、うん、あの同じのを出しても、ね、両方出る人は、ね、あのつまらんからねそれは違う問題出します。ええ それで進め方が違う。これはあのほら、あの、普段の日もやるじゃないですか。あ、そう、皆さんね、ネックはね、普段の日来れないっていう人もいると思うんですよ。ええ。でも大丈夫ですよ。これ全部ね、あの、ウェブフォローがついてるんですよ。ね。これはあの、ウェブフォローがついております。ええ、それでですね、あの、もう一つ言いたいのは、ええ、皆さんがね、土日に来て、あの、答案書いて、 出してもいいです、ね、ウェブフォローで聞いて答案は別途ね来れない人はですよ後から出してもちゃんと全部採点しますねはいここに書いてありますね嘘なしでほらウェブフォローでご覧いただけますからうんはいで今度はサルベージファイナルの方はもうとにかくねもう1週間会社を休んでいただかないといけませんなぜかというと朝かととう朝らままでやりますから、ね だからサルベファイナルの,あのスケジュールは本試験毎回本試験と同じ日程でやると思ってください、4日連続で、えー、月か水曜日が多分中日です、木金月か木金、ね、水曜日は復習にも当てたいでしょうし体,体力のか回復といったところもあるからねそ,うそれで、ね、体内時計ができてねもう本番もね あのその考えるべき時に集中するというねそういう習慣がもう身につきますね受かった人はみんなそう言ってくれますよあ落ちた人でもやっぱり言ってくれますねあのもうほとんど論文ゼロの状態からねあのほら結果は戻ってきて落ちたんだけど本当にあと一歩のところまで来たともうそれもサルベージのおかげやなと言ってましたねええ、だからみんなほら1年目は担当が必死じゃないですかもう論文あんまりやってなくてね そんな人でもそのぐらいまで持っていきますからねはいほかにどうでしょうどうですかね大丈夫ですかええ、あそうだ私ねあと一つこれ言っとかないといけなかったもう一つこのなんかねサルベージゼミ説明会って,ってあの冊子柄の知ってるちょっと分厚めのうんあの60ページあるんだけどこれね基本問題集ね あの普段ばかにしがちな基本問題集なんだけどあの意外とねこの出たりするんだよね例えばですよ例えばこれ的中してるといえばあのちょっと待ってくださいあの的中したのがあるんですよこれあの毎回サルベージの外談生配ってるんやけどあれ出してないかな外国を書面の出願聞いたよねどっかなあれ出しないか俺あら外れたかな外国を書面のあれない ああ 11, ページ11ページにね、外国を書面出願制度の基本レジもあるやん。これが出たやんね、去年。うん、ちょっと書いておこうや、これ、ね。11ページに。はい。平成29年の問題1ね、えー、最後の説問で聞いてますでしょう。はい。だからね、この基本問題集は、 だから今日、ね、皆さんにあのまだサルベージの,あのテキスト48問の、ね、これまだ申し訳ないからあの、まあ、代わりと言っちゃなんですけどねこれなんかほらあのちょうどいいじゃんまだ難しくない一行問題だからねこういうのでやっぱり総ざらしておくと、ね、いうことをやっておくといいんじゃない、うん、論基礎みたいなもんなんだけどね、うん、非常にいい復習になると思うよだってほらあれはどうだ 商標のねあ、商標じゃなくて二十九条のようなの出してなかったかな、俺。ちょっと待ってくれよ。あ、画面デザインね、画面デザイン当たってますね。去年出ましたもんね、37ページ。そうやね。あとね、俺が危ないと思ったのは、ね、41ページの3乗の2の獅子、また出ると思うよ。 意匠法三条の二のしね、これ危ないと思うわ。ああうん、三条の二危ないですね。平成二十一年に出たっきり出てないですもん,、うん。ね、こういうのに使えるでしょう。うん、はい、こういうのをね、あのぜひ活用してくださいね。もちろんあ、あの去年、あの俺の入門講座とかね、論基礎を受けた人は論基礎のテキストあるんだけど。 あれはあれでねあの非常にいいんだけどその分厚いからね、まあ、ちょっとあの軽めのこういうものが、ね、あればあのカバンに入れてても重くないし、ね、時間があればこう見るだけでも、ね、違いますよね、えー、そういうのに役立ててくださいこの一行問題集、ね、今年もおそらくこの中から出ますよ、ね、そんな何,何問も出ないけど一つか二つ当たると思うんでねはい。 とということでトータル的にこの皆さんがその本番を向かうにあたっての的中率を高めていきますからぜひ、このサルベ、えー、ゼミ、ね、もう早く申し込めば申し込むほどあの私に対しての,その、ね、本試験の答案の添削の権利があスタートしますからね、えーあのまあ、22日を待つまでもなくあの今日からでも、ね、ぜひ申し込んでいただければと思います。はい それでは、サルベージゼミのガイダンスを、えー、以上で終わりたいと思います。あとはね、個別に対応しますからね、えー、皆さんあの、ほら、実践通れもあるでしょうからね、その準備もあるでしょうから、もうこの辺で終わります。はい、それでは皆さん、ご清聴ありがとうございました。